ドラゴンクエスト4導かれし者たち、実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。これかな、多分空飛べる城だ、天空城だきっと。空を飛んでた城か、それか、あるいはこのパート始める前に一つコメント拾わさせてください。おう、おう、そういうことか。ベンガル、こっち弱いやつじゃん。最初は強いと思ってたが、え、強い。次の再生リストが見つからないときは、から以下が長すぎてなかなか関連動画に行けないですっていうコメントが来てたんですけど、ちょっと待った、ちょっと待った、これおかしいぞ。これさ、スマホなのかな。きっとこの方スマホなんじゃないかなと思うんだけど、パソコンで見てることを前提に話しちゃうけど、関連動画ってだって右に出てくるよね。スマホで見ると違うのかな。あと関連動画じゃなくてさ、言い間違えて再生リストと言いたかったとしよう。次の再生リストが見つからないときは、から以下が長すぎてなかなか関連動画に行けないっていう文章。この関連動画って言葉が再生リストに行けないっていうことだとしたら、自分その説明欄のところで、すぐ真下に、その真下に、実況中の再生リスト入れてるからそこで絶対飛べるはずなんで、するとやっぱ関連動画なんだよね。でも関連動画右に出てくるから、この説明欄ってさ、長い、確かに長いんですけど、再生リストめちゃめちゃ載せてるから長いんですけど、一部表示とかできるでしょ？できるはずなんだけど、スマホだとできない。というか勝手に説明欄開かれるようになってないと思うんだけど、スマホ側でも。ちょっとわかんない、これ。申し訳ない。なんか何か変更、こちらで変更できる点があるのであれば、変更するんで、もう少し言葉を足していただきたいなと思います。情報が少なすぎるんで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ちょっと関連動画見てみたんですけど、最初ってもちろん自分の動画が来るんだけど、後ろの方になってくると、別の人が出てくるんですよね。なんだろうこれ。ちょっと後で見てみよう。外人さんなのかな？あ、でも、その後が違うな。ドラゴンクエスト8実況プレイって日本語で書かれてるか、外人さんじゃないかも。まあいいや。他の人の動画は別に紹介するような、あれじゃないから。よし、行こう。この風呂にはない。あ、どこに行けばいいのか全然わかんねえな。とりあえず地下行ってみようか。3個。え？敵か。これ話しかけるとめんどくさいな。真似られるか。様子を見てる。じゃあ多分真似られないな。その間に倒すだろう。相手がソロとかになってくればね。え、人が？話しかけるのも一苦労。牢屋に閉じ込められててもダイエット考えてるか。祈りの指輪。あー、そういうことか。太ると食われるんだ、魔物に。そういうことだ。うお、ひでえ神父だな。偽善の神父だね。偽善者だ。星のかけらってなんだっけ？記憶にあるな。星のかけらは、これあれだ、混乱させるだったかな、確か。確かそうだったような。これ外出れるよね。商人がいたでしょう。いた。あー、ここで変形の杖使えばいいんだ。そういうことか。変形の杖を使えば、魔物とこう、なんていうの、やりとりしなくていいんだ。
そういうことか。もしかしたら話を聞けるかもしれない、その上。深いな、深いなって広いな、この城。城なのかよくわかんないけど。デスピサロ様の一番大切なものを奪うため愚かな人間どもを利用するそうだ。ゲバ。エビルプリースト様が我ら魔族の王となる日もいよいよ。またまたまた。危ねえ、ギリギリ間に合った。ギリギリ間に合ったっていうか、すぐ向かってこなかった、こっちに。どう見ても人型じゃねえか、これ。なにこれ。あ、オッケーオッケー、これでいいんじゃね。全員を意味するな。ただ魔族の話を若干聞けましたね、これで。進化の究極。その存在に恐れをなした天空の神によって、帝王様は地の底に封じ込められた。うん。封じ込める余裕があった。あ、でも封じ込めただけか。魔風馬的な感じなんだろうね、きっとね。力及ばずとも。封じることはなんとかできたみたいな。あ、勝手に途切れるのか。これいちいちめんどくせえな。待て待て、それだったらちゃんとソロに渡して。ダメなのね。まあいいや。もう。オッケー。そうか、匂いで嗅ぎ分けられたか。話聞いても別に有力な情報くれたりするわけではないのか。どうやらデスピサロ派とエスターク派で分かれてんだ。さては。おい。オッケー、ミニデーモン姿もあるのか。しかし最近デスピサロ様をこの座から追いやろうとするフラチな者がいるという噂だ。さすがにフラチは感じにならなかったか。お前たちはそのようなよからぬ考えの持ち主ではあるまいな。全然そんなこと考えてない。むしろこの世から魔王を消し去ろうと企んでいる連中ですよ。我ら。完全にあんたたちの敵です。え？どういうこと？どこに行けばいいかさっぱり。会議室ってさっきのとこじゃないのか？また別の場所なのかな？どうやら。ちょっと待て。どこに行けばいいんだ。あった。またあった。出れるとこが。ナイス。降りていいのか。ん？ダメージを受ける床か。トラマナは確か誰か覚えてたと思うが、あったあった。メガンテの腕は。誇り高き魔族の民、ここに眠ると刻まれている。こんな風にわざわざ墓建てるんだから、な、お！ここか。後ろじゃないじゃん。隣じゃん。静粛に、まもなくデスピサロ様がいらっしゃる頃だぞ。人型だ。この人がロザリーヒルにいたあのナクトルビーの涙が出るあの女の子の恋人さんだよね。
地獄の帝王エスタークが人間どもの手によって蘇ったらしい。どうやら人間どもは地獄の世界を掘り当ててしまったらしいのだ。アッテムとか。ルーラー。魔王、ん?このモンスターたちは何を使って飛んでってるんだろう。アッテムトに行けっつってたよね。アッテムトってどこに行ってみましょう。アッテムト、アッテムト、アッテムト、はい。ああ、ここか。そこそこ。先に進めってことでいいのかな?最初ここ来た時も敵が強かったけど、今となってはもう、ただこの周辺は問題ないけどね。この進んだ先は多分相当強いぞ。なんせ地獄から湧き出てきたモンスターたちだもんな。相当厄介な奴らが、でも人間が普通にいる。どこだ?どこだ?どっちだ?トラオ。トラファルガーローメ。これか。返事がない、ただの屍のようだ。出た。お、モンスターたちがいっぱいいる。こっからだな、強いのが。高熱のガス、ドラゴンライダー。大丈夫。通常攻撃なら問題ないが。やばいかなぁ。こっからやばそうだな。クリフトの MP ないもんな。寝てないからな。二回攻撃。イオラ2回で落とせる。落とせない。でもアリーナが決めてくれる。よし、オッケー。よし、じゃあ一旦体勢を立て直してこっからスタートしたいと思います。では今回はここまで。ザラキ、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。